ウィリフレド・ゴメスは、プエルトリコ出身の元プロボクサー。元 WBC 世界、スーパーバンタム級王者。元 WBC 世界フェザー級王者。元 WBA 世界、スーパーフェザー級王者。世界3階級制覇王者。世界戦17連続小防衛の記録は、ゲンナジーゴロフキンと並んで最多。15歳で、ミュンヘンオリンピックに出場も、1回戦で敗退。 1974年、第1回アマチュア世界選手権に出場し、全試合子勝利で優勝を成し遂げる。同年、プロデビューを果たすも引き分けで、勝利はならなかった。1977年5月21日、WBC 世界スーパーバンタム級王者レンアズマ、ひとしに12回 TK を勝ちし、王座を獲得した。以降この王座を17度連続防衛し、 全て小勝利という記録を残した。17連続防衛はスーパーバンタム級の最多連続防衛記録であり、17連続小防衛というのは連続小防衛の世界記録に認定された。1978年1月19日、福岡県北九州市立総合体育館でロイヤル小林と対戦。3回小勝ちで2度目の防衛に成功した。 1978年10月28日、43戦、全勝無敗の WBC 世界バンタム級王者、カルロス・サラテに5回小勝ちで、史上最高のコ・キング対決を制するとともに、6度目の防衛に成功1分。1981年8月21日、13度目の防衛に成功後、 タイトルを保持したまま1階級上の WBC 世界フェザー級王者サルバドル・サンチェスとタイトルマッチを行うも8回小負けを喫し初黒星となった。1982年12月3日、ルペピントールに14回小勝ちし、17度目の防衛に成功した。1983年5月、WBC 世界スーパーアバンタム級王座を返上した。 1984年3月31日、WBC 世界フェザー級王者ファンラポルテに挑戦し、判定勝ち。2階級制覇に成功した。ゴーメスにとって、これが、初の判定勝ちであった。1984年12月8日、初防衛戦で、アズマ・ネルソンに11回こ負けし、王座から陥落した。1985年5月19日、 さらに1階級上げ、WBA 世界、スーパーフェザー級王者ロッキーロックリッチに挑戦し、判定勝ち、3階級制覇に成功した。1986年5月24日、初防衛戦で、アルフレド来年に9回 TKO 負けし、王座から陥落。一度目の引退を表明する。1988年7月30日。 二年ぶりに引退からの復帰戦を行い、六回 TKO 勝利で飾る。1989年、現役引退。ベネズエラへ移住するが、麻薬で刑務所へ収監される。引退後は破産し、コカイン使用や家庭内暴力でたびたび逮捕される。1997年12月、プエルトリコでゴメスが社内で、 コカインを使用していたのを警官が見つけ逮捕される、車内からコカインが6袋発見された。2013年3月、プエルトリコで肺炎から呼吸不全となり、渋滞に陥る。ありがとうございます。